でも言っちゃ悪いけど、まあ、欲しがりですな、可愛いやつ、ポケモンとしてたところ、あ、マジか、いいのが足らんな、ママの悪口が面白かったもんね。文句なしの鬼ババア。鬼ババアありがとうとき、お前。ほら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 、そうです、カナル待って、お疲れ様です、お疲れ様です、うわ、かっけー。何歳ですか、急に誰、名前何してしょこうか、10歳、社員の息子だな、はい、娘、息子、いや息子、息子かわいい、頭押さえて、だいぶ大人だったけど、めちゃくちゃおちゃかったんだよ、結構サッカーボールとかめちゃくちゃここで蹴っとったよね、あーやってます、さすがあの方の息子です、あの方の息子、ギャルの息子、ギャルの息子であった。お母さんどんな人、お母さんは、うん、怒るとちょっぴり 鬼の住まいちょっぴり優しいのに、ね、怒ると社員の前では、ね、社員の前では、ね、息子の前ではめっちゃ言われる、二重病だわ、なんじゃ、ごまきごまきごまきの可愛いお母さん、いや一応あれだけど、ま、俺のお母さんは、うん、美人、自分言っちゃうんだけど、かわいい。で、なんで今日動画でできるのかって言ったら、ポケモンで釣りました。ポケモンで動画で物で釣りました、このおじさん、悪いことは簡単に釣られちゃった学校ではダメって言われたけど、なんで物で釣ってたらかんよって言ったら、あ、そういうことだ。でも悪い人じゃないから別にいいから、いや、わからんよ。小学校何年生なんだ、5年生、5年生か、勉強できるの、できる、嘘つくなお前、マリさんできる、マリさんできるよ、成績で言ったら何、なんか丸とか二重丸とかでしょ、二重丸が6個ぐらいで、お前もあるじゃん、で三角なし、そう、勉強できるの、できる、嘘だ。できなさそう。ごまきさんが鬼になって教育してるかもしれない、怒る、勉強しなさいとか怒る、めっちゃ怒る、あ、そうだ、なんか面白そうだけどな、気が気じゃなくて仕事が手に使うでしょ。何喋ってるか聞いてるじゃないでしょ、ここで聞いといた方がよかったね、立ってたよ、立って喋るのもう入れたい、言っちゃ悪いけど美人だよって、どういうところが可愛い、いや、学校で今日目怪我した時、うん、なんかその時に、うん、いい加減にしろよとか、うん、文句なしの鬼ババア、鬼ババア、それ可愛い話じゃないじゃん。これ鬼ババって言ってることも家帰ったら怒られるみたいな、怒られるぞお前、ほら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 、可愛いわ。でも正直のこと言ってるからいいんじゃないかなって思う。正直にやりなさいって言うわけでしょ、うん、正直って言ったから俺は正直にやりますよ、うん、なんで、うわ、イラついてるさ、調子乗ってる、全然やでも言っちゃ悪いけど、まあ、いいよ、ポケモンは集めとんの、一応集めてる、なかなか手に入らんのでしょ、嬉しい、じゃそれはもう、じゃママのこといっぱい喋るよな、じゃあ、うん、これなんだろう、絶対コライド、なんだっけ、めちゃくちゃいいやつ、ミライド、あ、コライドか、ミライド、これレアなやつ、わ、マジレアも入っとんだ、一枚、これ開けて、え、これ開けていいの、開けて、俺のやつ、あー、もう素直だし、優しいし、めちゃくちゃ面白い、どうやって育てた、ヒヤヒヤですね、ちょっと分かるけど、いやさ、人に会ってないの、あれ、紹介してくれてるよ、紹介してくれてるから聞いてあげてもらっていい、うん、かも、あ、ちょちょ、なにこれ、1枚目が二階堂町の社長のキムチついてるよ、裏目目と、うん、ホシガリス、ホシガリス、わかるの、やっぱ見て、うん、フォレットス、わかんな、あ、毎週こんだけしかないんだ、10枚入ってないんだと、アルクジラ、うん、ヘルガー、あ、これ強そうじゃん、弱いな、これ高く、いや、見た目が強い、見た目が強い、ね、高く売れるとか、それもわからんが、見て、いや、全部30円ぐらい、30円レアのキラキラ、例えばこれで、うん、これとか、うん、これはキラキラちょっと入ってるだけで80円だけど、50円とかでないんだ、これスリープ、うん、ペッパー、うん、ハッピナス、おー、すごいね、見てわかるんだ、見たことあるんだ、見たことはある、全然なんかしょうもなさそうだもんね、こんなキャラおるんだね、あ、星狩りすな、かわいいやつ、ポケモンとしてたことだ、あ、マジか、いいのが足らんな、いいのが欲しいんでしょ、やっぱこれも本当に どうせゴミ捨てるんでしょ、いや、すいません、すいません、あ、かぶった、スリープ、うん、タマンチラ、うん、腕っぽを、あ、これ良さそうじゃん、ペラクロス、あ、強い、これ限定じゃない、角でつく、あ、これは限定じゃない、30円30円、値段で教えてくれるよなかなか出るのがいいやつは30%ぐらい、うん、20、30%、俺はだから4割
ウーアリー、俺はウーアリー。うわ、出ないね。いいの出んな。カプサイジ、うん、フライテブロスター、うん、ペッパー、うん、フラージス。全然いいよね。全然いい。これなんか YouTube でもこういうのあるでしょ。こういうのが結構伸びとんだよね。オラチが80円、80円で。あ、80円。グヌギダマ、アルクジラ、ま、ダブダブリ、影坊主、パチリス、150円。おお、なんかちょっとキラキラだもん。いや、出た出た出た。でも150円だって。でも150円ですごいね。だって俺1個が本当定価が180円でしょこれ。うん。こっちとこっちはどっちが過ぎるの？こっち過ぎ。こっちの方がすげえんだ。出ら弱そうじゃん。うん、出ら弱いけど意外に言ったら高い。売ろうとしてらっしゃる。いや、じゃなんか大人だよね。なんか小学生らしさもありつつね。そう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 、いい感じに生意気。オラチ風80円のやつ、80円、古風キモスし、マンキー、なんかまたちょっとキラキラじゃん。バーモットこれ80円ぐらいかな。80円キラキラだけど80円。キラクロス、これがちょっといいんだ。私あと2個しかない。やばい、ちょっとやばいぞ。口社長でも何何で俺の方がうん強そう。じゃあ勝負しようか。一番これでない。どういう勝負する？じゃあ体力が一番高いですよね。一番高いです。でそれでもし負けたらママの悪いとこ一個言う。あーよーそれ得意っぽい。いやいや俺が負けたら500円やろ。かわいい小学生こういうところは。500円やろ。あー俺ちょっと強いかもしれんな。ガチ勝負みたいな。こっちはママの悪口聞きたいがために。いや、いいせーのーせからのエネルギーでチャージャー。あ、待ってよ、これ何？これなんか武器使えるじゃないですか。じゃあ、これもめんどくさいから、体力が10、もう1個追加される。あ、10、俺130、130、120。10負けちゃった。だけど、ちょっと見て見て見て、これ限定1枚と。すごい。これいいよ、ね。80円。80円かい。俺のラインとかは、TikTok でよく見たやつだから。TikTok あんまり。あ、そういうことね。まあそうそう、ちょっと合ってるかどうかわからんけど。参考にしない方がいい。じゃあもう500円もやるわ。やった。あ、ちょっと待って。じゃあママの悪口が面白かったもんね。ママの悪いところは。いつもママが片付けしなさいよ、はやってない、妹が片付けしてないのに、俺までめちゃくちゃ怒られて、それで外出されたりすることがある。それがめっちゃ恥ずかしい。いや、ちょっと持ってる持ってる持ってる。はい、そう、うまいな、YouTuber見たわ。もっと悪いことしたから外出されたんだもんね。あ、出なさいって言うの、ベランダで、玄関で、玄関もうどこか行きなさい。本当にもう帰ってこんでいいって言って。10秒、20秒とかですけど、ね、俺夏で寝るときパンツ一丁なんだけど、その時にさ、パンツ一丁でママ玄関出てけって言われて、めっちゃ恥ずかしかったもん。結構怒るんだ。めちゃくちゃ怒ります。あ、そうなんだ。いや、大変だね。なんか電話越しで怒るときも怖いらしい。え、そう、500円欲しいのお前。いや、違う怖い見た目だけど。レミオちゃん面白かったら、じゃあ500件お前が判定して。いや、おもろい、この子は。毎週めちゃくちゃやったとか。妹と動画出てよ。あ、いいよ。いいいいですよ。またちょっと遊びに来て。じゃあお母さん出てほしいけどね。一番多分みんなからしたらお母さんが出ろよって。ちょっとなんか似てない、雰囲気は。似てる似てる。結構イケメンになると思うよ。結構モテるようになると思う。彼女いるの？私くらい似て。好きな子はいるの？ないでも好きって言われたことある？ある。チョコレートとか？あ、マジ？あ、チョコレートあるの？マジ？あ、小学校生まれて結構流行る方だ。初めてでも今年もらえる。モテる方だ。いや、そんなことないね。で、今回のこんなカードある中で、当たりはこのパチリス。これが一番おすすめ。なんか集めてるのはおるの？一応。いや、でもそんな家に別にポケカがあるとかではないです。だって俺隠しあるもん。ママにいつか捨てられんかな。だってママさ、ちゃんとなんか片付けてるように置いてるのに、あ、学校終わったって思っておもちゃ箱見て、パッて開けて、パッて見たら何かしらかなくなってるの。バカ言え、嘘つけよ。バカ言え、嘘つけよ。ママが勝手に捨てるんだ。うわ、怖っ。片付けないから何もないんで暴露されてますからね。
はい、じゃあありがとうございました。またじゃあ YouTube で出てください。はい、バイバーイ。せーの、また見てね。今日ちょっとほっこり系でしたね。いいね、これいいね。